心と心のぶつかり合い、我らがスター横山裕二、うふふえへへ笑ったもんが負けよと、そこにあるのはプライドをかけた戦い。さあさあ、今宵も軒を貸して母屋を取られる大事件が発生か。それでも笑いが止まらない不思議なショーが始まり始まり。ザ・横山裕二ショー。脚本を書いたのは俳優のマット・デイモン。アカデミー賞やゴールデングローブ賞など数々の映画賞で脚本賞を取りました。映画グッドウィル・ハンティングの主人公はこう言います。君の話すことは全部本に書いてある。君から学ぶことは何もない。最近ね、こういう人多いと思うんですよ。なんか話してる内容が経験や体験に基づかない、それどっから得てきたその情報みたいなことで正義っていうものを語ろうとする方、そう思って仕方がない私は天才横山でございます。この番組はついに55歳になってしまった私天才横山裕二が広島の大人へ元気を送る1時間のショータイムってことですけども、まあ今週もね、おかげさまでニコニコゲラゲラ笑いながら一週間を過ごさせていただきましたねって。この裕二ショーをやる前も、今メガマック森下と、あと午前様様のディレクター陣とかとバカ話を延々して、でもうこれ以上喋ってたら裕二ショーができなくなりますっていう状況なので、じゃあしょうがないっつって、でもさ、ようやくこうやって何でもないような時間を楽しく過ごせるようになってきたよねとは思うけれど、俺今週あれだったのよ。木曜日に一緒にご飯食べ行きましょうよって言ってた人が、火曜日にごめんちょっと熱があるって言ったので、嘘っつって、大丈夫って言ったら、いや会社の人がちょっと陽性が出たみたいって言って、ああそうなんだって言って、じゃあ木曜日無理だねって言って、そうだね PCR 検査受けたからねって言ってたら、次の日に陽性だったって言われて、そうか、やっぱ本当に近いところにコロナってあるんだなとかって思うので、今のちょっとだけ緩やかに楽しめるっていう空間を大切にするためにも、いろんなことやっぱま気をつけなきゃいけないんだなとかって思いながらも、とはいえ明日は4月の24日ってことで藤江順次のバースデーライブにゲスト出演をさせていただきますよということなんですよ。で、横山万博でお世話になったので、でバンマスとしていろんなことまとめてくれて、でしかも最後に俺が泣く前に泣いたっていう藤江順次にありがとうねの思いも込めて、じゃあ一緒に寝るよとかっつって、だから明日、あ、また人前で歌を歌ったりとかすんのかとかって思ったけど、ようやく本当にいろんなことが動き始めたなぁとかって思ってて、で今週は来年に撮れるかもしれない映画の打ち合わせっていうのがあって、今ね来年俺ね2本映画頼まれてて、でこれ本業が映画っていう人でも回んないよっていうぐらいの動き方をしてんのね。なので1本は自分たちの仲間に任せて、もう1本自分が撮ってみたいなことができればいいけど、これもその世の中的な流れ次第だったりもするじゃない。あとか、それこそオーダーを受ける側だったりとかするから、今までさ、その作ってきた映画っつのはさ、ラジオの恋とかさ、浮気なストリッパーとか、彼女は夢で踊るとか、いよいよ、7月の29日に公開が決まりました。新作愚か者のブルースとかは、自分の頭の中にあったことを具現化してますっていう感じじゃない。で、これから先はさ、オーダー仕事みたいになるんだよ。なのでこれでいいですかねみたいな、こう探りを入れなきゃいけないみたいなところも含めて、あ、どん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 そのバジェット予算も膨らんでくるし、で依頼も来るようになってきたし、より責任を持ってプロ的な仕事をしなきゃいけないんだよなとかって思いながら、とはいえね、回んないですよーつって、
ださっきもみんなで話するときに、横山さんって何気に4月から忙しくなってますよねって言われて、何気じゃないですよ。いつも全力で働いている状況の横にサイドカーみたいにして。全力で走ってますけども、常にサイドカーみたいなのをつけてるので、サイドカーが今山盛りみたいになってるけど、全速力はもっともっとになってますよっていう話で、ほら、今、町自慢ラジオっていうのをスタートさせていただいて、RCC ラジオが70年っていうことで特別番組が始まったけど、これはね、おかげさまで、むちゃくちゃ評判が良くって、これ30分番組なのよ。で、俺最初ね、横山さん町自慢ラジオっていうね、番組を始めたいんですと。で、荷箱カーっていうさ、その、軽トラックの後ろに、こう箱詰めてさ、で、そこバッと開けたらスタジオになってて、で、広島県内回るんですよって言われて、あ、俺そういうの好きっつって。で、全部のとこをちゃんと回りたいとかだったら、あ、全部は横山さん回れないかもしれないけど、やりませんかって言われて、あ、やるやるっつって。じゃあ、町自慢応援隊長に、任命しますからね、とかって。あ、ありがとう、ありがとうとかつって。で、すごいワクワクして始めてさ。で、取材も行ったりとかして。で、取材行った後に、それが編集されて皆さんの声が出て。で、俺がスタジオで、またその感想を喋るみたいな。だ取材に行く日っていうのと、あとスタジオで喋る日っていうのが、だから二つ、一週間で増えるわけじゃないですか。だから、大変っちゃ大変だよな、とかって思ってて。それで、一応編集が終わりました。じゃあ収録しましょうか、って言って、自分がさ、初めて聞いたのよ。で、喋ってたけど、あ、こんなにラジオって、いろんな方々の声が、電波に乗ってくるってことが、テンポよく、そして分かりやすく、で、いろんな声色の方がいらっしゃったり、その年齢層が高そうな声の方もいらっしゃるし、若い声もあるし、その性別みたいなのもあったりするじゃん。たら、え、こんなバラエティに富んだ番組ができるんだなぁと思って、30分って言ったから、しょっぱい番組だなぁ。これが、開局70年の引っ張るラジオの番組なのかよとかって思ってたけど、自分でも、あ、いい番組とか、あ、面白いとか、で、30分番組だから俺ラジコで聞いたの。ラジコって3時間聞けんだよ。俺、3回聞いたもん。なんかわかんないけど、この番組、元気になると思って。で、ちなみに U字賞も、今まで、ラジオの、そのラジコのタイムフリー聞いてたけどさ、今、U字賞ってほら、土曜日も、日曜日も再放送があったりするじゃん。ただね、何回も聞けるの。これ、なかなかいいよね。でも、この間、午前様様にさ、ザ・横山U字賞の感想みたいなのが来てて、昨日聞いた番組を今日もやってるんだけど、どうした RCC って書いてるやつが言って、いや、どうしたじゃねえよ。そういう編成だよ、つって。なんだそれ。どうした RCC みたいなこと言ったけど、いや、もう、そうなってからだいぶ経ちますけどね、っていうのと、あと、再放送を一番喜んでるのは、俺。俺が一番喜んでるからさ、なんなら町自慢ラジオも再放送してよとかって思うんですけど、ぜひぜひまだ聞いていないっていう方は、土曜日の、今日ですよ、だからね。本当は、でも2週間ごとにオンエアになるので、土曜日のお昼1時から放送ということなので、ぜひぜひ聞いていただきたいし、あとはいろんな街に取材に行かせていただくので、ぜひ横山が行くところは盛り上げていただいて、いろんなメッセージとか、あといろんな横山モードで、いろんなものを準備しておいていただけると、ラジオの中で紹介できたりとかするので、この4月からも明るい気持ちで、そして皆さんの顔を思い浮かべるかのように喋って、スタジオからお送りしようと思う。週末の夜の都のステージング、ザ・横山U字賞。今日もごゆっくりとお楽しみください。ゴールデンウィークが待ち遠しい今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。街角実況中継、今日はとある観光地からお伝えします。解説は街角ウォッチャー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さん、あの人見てください。ずっとカメラ回してますよ。 YouTuber ですかね。実は私もなりたいんです、 YouTuber。 そうなんですか。今〇〇系 YouTuber っているでしょ。大食い系とか迷惑系とか暴露系とか。山田さんは何系をやりたいんですか。日本産系です。それ3回やったら終わりでしょ。真面目に聞いてるんですよ。すいません、私がやりたいのは小倉系 YouTuber です。
僕は呼びかけはしない。山田さんが小倉慶歌ったって人気出ないですよ。最近暴露系 YouTuber が話題なんで、山田さんも暴露系をやったらいいじゃないですか。はい、どうも、山田チャンネルの山田です。今日はね、絶対にマスコミが伝えないここだけの情報を持ってきました。ぽいですよ、ぽいですよ。実はあの大物有名人 M と H ができてるんですよ。山田さん、そんな情報を持ってるんですか？誰ですか？源頼朝と北条政子、できてます。教科書に載ってますよ。さらにさらに、頼朝の弟の義経、チンギスハンかもしれません。そういう噂ありますけど、もっと言うと織田信長、狙われてます。そうでしょうね。今回山田チャンネルでは怪しい人物特定しました。なんと明智光秀です。みんな知ってますよ。山田さん、そんなので再生回数伸びないですよ。じゃあ暴露系じゃなくてバカ野郎系でやってみます。街角実況中継、解説は街角ウォッチャー山田さんでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はとある観光地からお伝えしました。エアロスミスで Living on the Edge、 そして開拓団で街角実況中継、とある観光地編ってことでしたけど、開拓団の今回のネタはあれだね、今日のオープニングで喋りましたけど、君の話すことは全部本に書いてある、君から学ぶことは何もないっていう感じの、まるでリンクしたかのようなネタだったですね。いやいや、だけどこうやってさ、あの番組をさせていただいて、で皆さんに聞いていただいて、で応援していただいてみたいなところから、横山万博ができたりとかさ、あと映画愚か者のブルースができたりとか、いろんなことができてるわけですよ。でその愚か者のブルースも話しかけましたけど、いよいよ7月の29日に公開が始まるということで、その7月29はちょっとメインキャスト全部広島に呼んで、でっかいイベントやろうとかって思ってたりもするので、ぜひあのカレンダーのところに丸っていう風に、7月の29で30日も翌日までドンと舞台挨拶とかしようかなとかって思ったりするので、丸つけて待っといていただければと思います。そんな映画愚か者のブルースに楽曲も提供してくださった今日のゲストはこの方、横山トークショー Today's Guest。 もうおなじみです、広島の姉妹デュオ、メビウス。メビウス、広島県出身、岡田真美、岡田紀恵による姉妹デュオ。2008年にデビューし、これまで20本を超えるコマーシャルソングやテーマソングを手掛け歌っています。2014年4月、広島東洋カープ菊池涼介選手の登場曲にシャープ33が起用され、この曲が収録されている We Love 広島は売り切れが続出。また菊池涼介選手本人からの僕の人生を曲にしてほしいという依頼で生まれた笑顔をリリース。2人の歌声が無限大に広がっていくようにという思いを込めたメビウスの音楽は、広島から全国に向けて広がっています。何も取ろうと思ってアップダウンクイズみたいに椅子が通って何してんの、ちょっと気になって、ちゃんとやってくださいね。メビウスの会話ちゃんとやってるんですけどね。あの、言っときますけど、はい、あ、これも始まってる、始まってますよ。何だと思ってんですかってことです。どの面下げてスタジオにメビウスは来たかってことですよ。すいません、オンにしないといけないですね。スイッチオンに、はい、はい、改めましてメビウスです。あ、どうも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。問題児来ましたね、問題児。鼻血は出すわ、うん、歌えなくなるわ、横山さんをスタジオから追い出すわ、うん、っていうことをさっきね、そうなのよ、言われました。いや、だけど、はい、だってもう2人に会うと、最近ほら意外とコロナがどうかなみたいな感じの時に、はい、いろんなミュージシャンの方々がその出番がなかったりとか、自分たちのステージが作れなかったりとかしてる中で、はい、メビウスまあまあ見るよねみたいな感じがあるけど、
ありがたいですよ。あるよね、ちゃんとね。そうなんですよ、歌う場所が、物好きがいらっしゃって本当に私らなんか好きな物好きがね、変わり者が広島いっぱいあるなんで。いや、何気俺も好きだからね。変わり者代表ですかね。いやでもなんかどんどんほら楽曲作っていったりとか、はい、あと新しい自分たちのそのコロナだけど見せ方、うん、聞かせ方みたいなのをメビウスはすごく先を見据えてやってたなみたいな感じがこの2年した。本当ですか、なんか本当に新しい角度から自分たちを見つける時間になったので、すごい充実してはいるなと、メビウスはいい年の取り方したよねとか、いや本当この年齢を考えるとまさかこうやって前に立つような、ね、状況にあると思ってなかったので、ちょっと売れっ子だもんね。いやそんなことないですけど、多分横山さんがいろいろ言ってくれると思います。いや俺の効果でかいよね。でかい、本当でかい。本当もう近所のおばちゃんたちもラジオすごい聞いてるんですよ。そういつも草むしりしながら聞いたよラジオって。そう業界の評判じゃなく草むしりしてる。そうそうそう、おばちゃんの評価を俺が上げてるんだ。横山さんによろしゅう取ってね。面白かったよって言って。いやでもね本当になんかほらこの間御前様様の20年の時に来ていただいてオリジナルソング作ってもらったりとか、こうやって本当に距離近くで、それこそ天みたいなところから始まったけど面みたいに付き合わせてもらえるようになると思わなかったから俺が嬉しい。いや私たちもです。でもマミとかね、それこそこの間ほら俺の映画が初めて皆さんにお披露目の時も知らん顔してチケット買ってくれてて、行きますとか言ってくれてて、なんか出てんだから準備するのにと思ったけど来てくれたりとかして、どうだったですか映画。いや面白かったです。なんか、私たちも現場で撮影を見させていただいて、佐々木心音さんがこう、ヌードで踊るシーンがすごい、そこだけでも衝撃的だったんですけど、映画始まって、もうド頭から、もう見たことのない世界が広がり始め、そうだった横山さんの映画だったと思って忘れてたと旦那と言ったんですけど、すごい気まずいムードの、でもすっごいその中にも、エロスの中にも人が持ってる情熱だったりとか、夢への思いだったりとか、その中での挫折だったりとか、本当になんか自分の夢とも重ねながら見たんですけど、本当熱い映画で、またそれが広島で知ってる場所でこう撮影されてるっていう喜びだったりとか、最高でした。あーよかった、本当楽しかった、面白かったです。何金になるんですか。あれは多分15金ですか。あれで見せなきゃ15なんですか。でもうまくいけば12。あ、へー、そうなんですね。でいけるの、だいわゆるベッドシーンが激しいとかじゃないから。あ、確かに。いわゆるストリップ劇場の、いわゆる芸術みたいな裸のシーンは多いけど、だけどいやらしいみたいな感じじゃないから。確かに、美しい、本当こういった形で映画を作られるってすごいなと思った。で若い子たちも見てない世界じゃないですか、だからそういった子たちもすごいいい刺激になるんじゃないかなと思ったし、いやでもカメレオンナをかっこよかったよ、使わせていただいたんだけど、あ、いいシーンだよね。いいシーンです。いいシーンなの。なんかちょっと雑に扱われてたストリッパーの女の子がプライド投げ打ってそうしてる、その館長に、それ劇場の館長に何かこう捧げるというか、自分のプライドをかけて立つステージの一曲目にカメレオンナがバーンとかかって、みんな盛り上がっていくよーって言ってプライドを見せつけんの、その大切な場所守るために。だからなんか分かんないけどジーンとくるんだよね。泣くつもりなかったんで、ハンカチ持ってってなかったんですよ。だけどもうポロ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 泣いちゃって、ずっと、マスクですって。本当助かるよね、マスク。いや想像を超えてたので。あ、よかったですよ。本当さ、もうその中で曲を使っていただけるなんて、こんな喜ばしいことはない。いやでもカメレオンナの衝撃は、俺はなんかメビウスの第2期メビウススタートみたいな感じがちょっとあって、そのなんだろう、その音楽をちゃんとやってますっていうところから、音で遊びますみたいな感じになったところのなんかスタートのとこにカメレオンナっていう楽曲がある気がして、俺だってあれ最初聞いた時に、最初から言ってたもんね、なんかこれいろんなことが浮かんだりとか、
メビウスよくなったよねとかって言ったのはやっぱカメレオンナだったので、うんうん、なんかあのシーンは俺もすごい好きで、そう、まあ妹はね、はい、無理はちょっとまあと一応事情がね事情があったんですよ、うん、言い訳のラインが来たけどあ息子がねちょっとあ全部嘘ですか入院したっけもう変な汗かくやめてくださいいやでもそんな中でもそのコロナでいっぱいやってね、最近ようやくまたいろんなところでできつつあるじゃないですか、はい、やりやすくなってきたというか、うんうん、だから楽曲制作もものすごいスピードでやってるよね。そう、前と比べて今作るスピードって変わんないの？ノリは変わんないかもしれないちょっと待ってちょっと待って待って待ってあ、まあでもいつも同じテンポなんで。ノリは何も変わってないよね何も変わってない空気読めない。好きでしょ好き、そう好きなんですけど、好きでしょって言ったら好きなんだよねこれがね、メビウスのことが好きなんだよねそのままで行こうって思わせてくれたら横山さんですよこの2年で人のせいこれでいいんだっていうことが分かった。そのままでいいんだねって姉ちゃんとね、うん、その中で一生懸命頑張ったせかせかこっちは一生懸命。だから漫才で言うとネタ作ってる人とやる人じゃない。そうそうなんですよ。ザ・ママ宮イライラくるよね。めっちゃイライラするんですけど、でももうこれ言ってももう治らないんで、うん、もう諦めたらメビウスが良くなってったっていう多分いやでも本当だよね。なんかほら姉妹デュオっていうと周りからするとさ、その姉妹だから息が合うんでしょとか、うん、姉妹だからその苦痛はないよねって言うけど、逆なことの方が実は多い気がするじゃない。すっごいそういうことはあるんですよ。もう、うん、衣装も一緒に買って、うん、これ金サイってマミがね、うんうん、だいたいやるんですけど、うんうん、シルクとかのいいやつ買うじゃないですか、うんうん、そしたらそれを普通の洗濯、うんうんうん、おしゃれ着洗いじゃなくて普通に洗濯してくちゃくちゃにして本番来るんですよ、うん、すっごい腹立つくないですか腹立つよね本腹立つ。大事な時に破れたような服着てくるんですよ今日も今日もなんかそれ、これはいいよ、これは違う。肩のところが鼻水出ました。ちょっとゴーストバスターズみたいなのかもお姉ちゃん鼻水出ました口開いてますみたいな状況の来てくんだよ。なんかそうなんですよ。だって第一声が、うん、ノリスク服破れとるだよノリエって違うのおしゃれなのって言ってでもそれってさ、なんかしゃっちょこばって真面目に作ってた時期の自分たちの楽曲って今振り返って聞くとちょっと愛おしくないですか。ああそうですね、うん、かわいい、あの未完成なところもまたかわいかったりとか、うんうんうん、まあこれがあって今があるんだなとも思うし、うんだからそれこそさ、うん、俺がその映画を作らせてもらったり今してるじゃない、はい、だから大学生の頃にアマチュアでさ、誰に頼まれることもなく大変なのに自分がやりたくてやったって作ってる8ミリ映画とかが、うん、短編が何個もあるの、ね、でそれを映画祭に出したりとかしてて、でああアナウンサーかな映画監督かなってなった時に、うん、あ映画監督はその就職先がないから、うんうん、なり方が分かんないけどアナウンサーだったらなり方が分かるからと思って受けたのね。であの時の自分の映像とかを見ると下手だけど、うん、すごいなーって、うん、エネルギーあんなーとか、よくこれ思いついたよねみたいなことがあるのよ、うんうんうん、だそういうのあるよね、若かりし頃の楽曲にはね。ありますめちゃくちゃもう出せないくらい恥ずかしいような歌詞だったりするんですけど、うんうんうん、でもその時の精一杯だし、うんね、やっぱり可愛いよね。いい あれどうなんですか。例えばね、俺は自分で歌う曲はやっぱ恥ずかしいから自分の身の丈を超えないんですよ。だけど人が歌うと思ったら、自分じゃない人が歌ってくれると思ったら、はい、平気で世界とか歌えるの。ああ確かに。だけど自分が歌うってなると、なんか本当手に届くような世界でちょっとこう大きめの世界を歌いますよっていうか語りますよってなるけど、その無責任になるっていうかさ、他の人に表現してもらうっていうことで自分の幅がバーンって広がったりとかするけど、ああいうのはその逆に言うと年齢を重ねたことで歌えるようになった曲とか、それはあるかもね。うんうんうん、カメレオナとか特にそうです、ね、なんか作る時にこれを聞いた人たちが自分たちをどう思うだろうとか考えることって若い頃結構あったんですけど、うんうん、だけどもう好きに書いちゃえっていうところでカメレオナとかもできたし、
こう自分が見たことない、まあ、映画でしか見たことなかったりとか、うんうん、あの話で聞いたことしかないものだったりとかをこう表現に持っていくっていうところが少しずつできてきてるかなとは。なんかやっぱり家族とか聞かれたくない曲とかあるじゃないですか。そうだよね。だけどそれを考えてるとやっぱちっちゃくちっちゃく歌とか特になっちゃうので、うん、でも世界を変えてやろうぜみたいな歌は、うん、なかなか歌えないかもしれない、うんうん、ということで今日のゲストは広島の姉妹デュオメビウスってことですけど、もうさなんかわかんないけどなんだろうね、ほとんど素ほとんど素なんだよね。普通さ素ってきたらポンを入れてポン酢とかでちょっと美味しくしてスタジオにはリンとくるじゃん。だからさっきまでリンとしてたのに逆にスタジオ来た瞬間にふにゃってなるみたいな雰囲気のムードがあってさ。だけどこうやって本当仲良くさせてもらうようになってからまあまあ時間が経って、最近の方がでもどん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 お互いにプライベートのことも含めたりとかして LINE でいろんな情報を交換したりとか、こんなことしてるよとかこんな面白いことあったよとか、この間もその2人のさそのまあ子供だよね、子供の面白動画を俺のところに送ってきてみたいなことやったりとかして、いやこんなミビウスと仲良くなるとは思わなかったよねとかって思うんですよね。まだまだそんな他の番組では聞けないメビウスの実態が明らかにまだまだ続きます。でもなんかほら例えばさ、この間全然歌えなかったけど、あれじゃん、なんとかかん PM ねんねんてててててててん、この街が好きだけど、ねんて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 んっていうのがあるじゃん。あれとかむっちゃ楽しいもんね。うん、だからこのなんかこう閉塞感がある中でもちょっとこうスキップを踏みたくなるというかステップを踏みたくなるみたいな、はい、ああいうのとかはあれが若い子たちが歌うと、はい、あんま響かない気が実は、うん、なんか精神年齢が多分ちょっとずれてるんですよね。あずっとまだ20代あたりをうろついてるんですけど、だから多分そういう曲も書けるんかな、ね、年齢間違えるもんね。年齢間違え、何歳ですか、27歳ですとか言うんですよ、うん、間違えるんですよ。分かんなくなるよね。分かる、そう、でも分からなくなる、なるなる。あさ、まあ、もうちょっといくと本当にね、あと何歳かいねってもう本当分かんなくなる。まあ、でもそれでいいのかなと思って、うん、そうよね、うん、だってさ、うちの母親もう80過ぎたんだけど、はい、この間俺誕生日だったから、はい、さっきはプレゼントもらってありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で俺が電話したの、誕生日の日に。だから今日はね電話がかかってくると、もうちょっと立てよう、あんた誕生日やからっつって、ね、あんたは何歳になったとかって言って、で何歳かねって言ったら51かねって52かねって言われて、お母さん55って言ったら、えそんげな年だよもうあんたはって。そしたらあれかね、姉ちゃんと5個違うってことって聞かれたの。あんたが産んだんだろ、あんたが産んだんだよっつって全部聞かれんの。かわいい。横山さんのお母さんの話いつも癒されるお風呂に見に来た話だよね。どんげねお風呂はって言うのが、いや目がもう俺の股間にもう釘付けじゃんと思って、若い頃は嫌だったのそれが。あだけど最近はもう見られないと思うからさ、うん、お母さんもで、お父さんも死んだからもう見られないじゃん。あだからもうお母さんに、お大丈夫よ、お風呂はちょうどいいよっつって、ちょうど見やすい角度でこう見せてあげるっていう優しさですね。それ親子、本当親孝行だと思っててなかなかそんなね、うん、息子もねそんな見せてくれんもん、恥ずかしがる、恥ずかしがってキャッキャッって言ってますずっと。あそう、だけど大きさをすごい気にするみたいで、うんうんうん、先ほどねあの入院した時にお風呂に入れなかったんですよ、うん、さあ看護師さん、若い看護師さん、20過ぎの若い方が来て、で体を拭きましょうって言って、で拭いてくれたんですよ。でその後にリン君大丈夫だったって聞いたら、うん、リン君ちっちゃいけ大丈夫だったかね、うん、恥ずかしいよってすごい気にしてて、これあれパパにいたんかね、これはどっちの遺伝これあれ、そういう悩み相談ですかカウンセリングみたいに変わってる。いやでもこうやってね、その歳月がこうやってさせるしさ、はい、こっからでもきっと演じ組をミュージシャンとしてもどんどん増していくんだろうね、これからね。そうだようにね、いろんなこと経験していってね、うん、そうですね、うん、
やっぱなんかほらおじいちゃんおばあちゃんの曲を作った時もあったじゃん、なんかコロナで会えないからって、あれとかもやっぱ今だから響くじゃない、うん、ね、あれが10代20代の頃だったりすると、まあなんかわかんないけど、うんうんうん、いわゆる形式上こういう世界観だとみんな感動するんじゃないですか、うん、みたいな曲になりつつあると思うけど、はい、響くってことはやっぱ実体験が曲の幅を広げてくれたりとかすごく大きいです、ね、うんうん、出会った人の言葉とか、うんまあ、きっかけで曲ができたりとか、うん、そういったもう本当経験とか状況とかがすごく大きく今曲をね、うん、変えていってくれてるの。いやでも2人の歌声とか作るものでその刺激を受けて自分たちもやりたいと思う子が広島に絶対出てきてるはずだし、うん、でそのメビウスが今進んでいる道は若いミュージシャンからするとあそこには行けるんだっていう指標ではあるもんね、うん、そう、なんかもう子供が生まれた時点で、うん、実は本当にやっていけるのかなって思ってて、まあ、大体のお母さんとか、うん、最前線の広島でも、うん、なかなかこう前に立ってやできる状況じゃないのかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、母になろうが、まあ、おばちゃんになろうが、うん、こうやって歌う場所があったりとかするのは、うん、まあね、子育てされてるお母さんだったりとか、はい、そういった方にもね、うん、力になればいいなとも思うし、うん、きっかけになればいいなとも思うし、うん、だってほら広島さそんな食えないじゃない。そうですね、ね、うん、そのエリアからしても、うん、た時に俺が知ってる仲よ、うん、いっぱいいらっしゃるかもしれないけど、例えば男だったら南一星さんが、はい、すごいな迫力あんなってやっぱ思うの、うん、音楽だけで食ってるっていう、うん、他に何にも入れずにっていうのが、うん、すげえとかって思ってたけど、じゃあ女性でってなった時に、うん、あ、それが今メビウスになりつつあんのかなみたいな感じがあるから、なれたらいいよね。そうだね、ね、でも息が長くなってるからね、もうね、デビューして何年になったの、もう14年ですみたいです。そっか、じゃあ来年15周年あ、そうですね、なんかやんなきゃね。そうですね、やりたい。え、なんか派手にやろうよ、ちょっと。そうですね、え、じゃあ俺もちょっと息子と葉っぱ隊とか使って見たい。いやでも本当なんかメビウスは俺今大好きなミュージシャンで、やっぱなんか音楽とかトークとかはどんなにカッコつけても絶対人柄が出ると思うし、それはこの一曲ってことで言うと分かんないかもしれないけど、広くそのミュージシャンのそのいわゆる曲作りとか歌声とかその歌詞の内容とかも聞くと絶対分かる気がして、うん、なので長い時間愛されてるってことはやっぱもう人としての演じ組みだったり人柄人徳みたいなとこなんだろうなと思うので、でも人柄を引き出してくれた横山さん、いやいやいや、いや本当にそうだと思います。いやでも、メビウスはこうやっていろんな話を聞いてますが、4月の24日にキンキンのライブで言うと、はい、西福寺春のコンサート、はい、これ黒瀬町、はい、ですね。でもこれあれなんでしょう、もうこの放送の時には売り切れてるかもしれないみたいな感じなんでしょう。そうですね、50名限定で事前にチケットを配布してなので、うん、はい、ちょっとないかもしれない。うんうんうん、まあでも行ってみたらねガラッガラって感じ。そうそうそう、その可能性も、はい、もしよかったら電話で問い合わせてください。はい、西福寺本堂で、はい、お昼2時から、はい、会場で2時半から開演と、はい、いうことでライブが行われますよということと、はい、あとは5月の4日 ALL、はい、でもライブがあります、はい、この日はメビウスと、はい、あとなでしこも久しぶりに、うん、なでしこくんの。そうなんですよ。え、なでしこやんの。やるんですよ。じゃあ着替えんの。着替えるんですよ。あ、そう。へえ。久々の。そう、何年ぶり。俺なでしこブルーライブで見て、はい、俺メビウスでなでしこ好きだったんでね。ああ、でもそうやっていただけるの本当嬉しい。うん、あとほら踊れるんだってことが。そうなんです。俺にはあのなんか踊りそうもない二人踊るってことが。すごい言われるんですよ、踊りそうにないとか、ない、運動神経がゼロとか。悪そう。うん、これ何が悪いんだろうと思って、なんでそう見えるんだろうと思って、うん、踊れそうな顔顔、あ、でも顔確かにぼーっとしてるわけじゃないの、ね、あれはでもなでしこはいいよ絶対。ありがとうございます。ずっとやりたかったよね、うん、まあ、コロナの影響もあって、うん、ちょっと難しいなっていうのと、まあ、出産もあったんで、うんうん、はい、でももう今年はやりたいって言って、う
やることにしました。じゃあぜひぜひ、はい、あのキンキンにもまたねコロナでなんかいろいろ変更がある可能性もあるけど、はい、調べていただいて、4月の24日西福寺と5月の4日 LL 皆さん足を運んでいただいて生メビウスそして生なでしこか、はい、生なでしこ、はい、楽しんでいただければと思います、はい、で今日も一曲やっていただきたいのですが、はい、今日何いきますか。今日もですね、今日大丈夫そうだもんね、だってね、うん、お姉ちゃん、ちゃんとね、その振りが怖いんですよ、歌わないんでお姉ちゃんが歌わないんで、うん、でもあの本当わきあいあいとした曲なんで、はい、どういうことお姉ちゃんが歌わないんでって瞬間に逃げたなマミってだって今日はずっと思ってたんですけど横山さんの前にいないですからね。そうなんだよ今日いつもと逆なんだよね。避けたんだね自然に、うん、でもあとマイクから離れたけど平気で喋るってもう自分家で収録してるみたいどんどん厚かましくなって、そうインスタライブじゃないからねこれ本当ですよねさあさあじゃあ今日何いきましょうかね。ですね、4月から、うん、はい、あの、ある番組のテーマソングとして流していただくことが決まった曲なんですけど、うん、これも広島弁でちょっと作らせていただいて、うんうん、まあ、こうコロナ禍で人と人とのつながりがなくなってたりとか薄れたりとかするじゃないですか、うん、でもやっぱりこう会えた時にまた会おうねってこう言い合えるような時間って大事なだなと思って、うん、はい、書いた曲です。はい、それでは、はい、聞いてください。マットってやダメだって、こら気をつけてこの位置俺もやだまた引き始める瞬間に俺も笑わないように下唇を噛んだんだよいやダメよダメだってほらえやだやだよ怖い。だ桑田真澄の息子の歌でしょ、マットってあの歌でしょ。こ怖いね、怖い、呪いがかかってるみたいな。そうよ、そう魔物がおるけど、魔物がおるけど出して、はい、あとお姉ちゃんの気持ちごめん逆だって言ったけどここ結構きついわ、この位置ダメよ、見たらダメよ、分かったマットの歌ね、マットの歌、はい、それでは聞いてくださいちょっと待ってもうやだ、また出てもらおうかなんでなんで今日全然だったよね、全然もう全然もう今日お姉ちゃん歌わしの例だけ大丈夫と思って来たけど聞いてください、マットってちょっと聞いてください、はい、聞いてください、マットってハハ俺じゃないからね犯人ね、ノリエだからね、ダメかもしれない、ちょっと横山さんの前で歌うのもうダメなんだって、もうあの日からもうダメなんだって。そうなんだよもう歌えない体になってしまうんでここに来たらへえ怖い。や待ってってタイトルがあったの確かにあのね、あのこの曲を出してタイトルをね担当の方に言った時にうんって言われたんでしょ、ニヤッとするでしょマットくんの歌ですかってなるよ、もうイメージがじゃあいきますか花道しっかりして、はい、よれてますからねこれダメ、横山さんちょっとタバコでもそうだね、どうでしょうか、じゃあまたちょっと
すいません、ちょっと横山由紀夫ですけども横山由紀夫不在2回目のなりますが、すみません、タバコを吸いに行かせて、すみません、いえ、俺オンエアで、はい、マットの曲聴くからねマットの曲じゃないですかそれまでマットって分かった、じゃあよろしくお願いします、まあ、よろしくお願いします、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、楽しみしておくよね、はい、マットって、マットって、横山さんもいないので、はい、それではここから本番ということで聞いてください、はい、待っとってということで、今日のゲストは広島の姉妹デュオベビーブスってことでしたけどね、マットソングですねを聞いていただきました。あれだね、もう一回こうなったらちょっとさ、歌唱イップスみたいになるよね。でこれはメビウスもそうだけど、今、今週のさ、午前様様木曜日、ケンタ・キハラもそうでさ、よくないことだよね。その、ミュージシャンが歌えずに、帰ったりとか、する番組ってよくないと思うんだよ。で、みんなそれがどん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 さ、金のようにはびこっていくみたいな、状況になってるんですけど、ぜひぜひね、メビウスの新しい曲、マットって。もう言っただけでおかしいもん、ちょっと顔がすっごい綺麗になるってことですかみたいな感じになるからね、マットってを皆さんも聞いてまた応援していただければ、ALL とかでね5月の4日もライブをやりますよということらしいので、皆さんも足を運んでいただければと思います。さあさあ、君こそスターだですけども、広島で活躍するまたは活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援するザ・スターは君だですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々がここで自らの近況を報告するというコーナーになっています。今日は、福岡発のインディーズ3ピースロックバンドマルシーの新曲をお届けしますよということ。これもうメガマックも絶対行きます、絶対行きますって言って、でしかも別にセールスがあったとかプロモーションがあったとかじゃなくて、メガマック普通に聞いて、これすげえぞって言って自分で好きでかけてるってことらしいんですけども、ではでは皆さんにお届けしましょう、マルシーで最低最悪ということで、今日は福岡発のインディーズ3ピースロックバンドマルシーの最低最悪をお届けしてますけども、そうか、メガマックはこれを聞いて来るって言って絶対優勝でかけますっていう意気込みを感じるんですけど、俺思うんだよね、これそのさ、まだお会いしたこともない方だったりするし、後にひょっとして有事場に来てくださるようになるようになるかもしれないじゃないですか、って時に歌声とあと喋る言葉のその発声の仕方が違う人がいるじゃないですか。例えば俺らの世代で言うと工藤静香さんとかさ、喋り方とかは例えばこんにちは工藤静香ですみたいな、クレアだけですかですみたいな感じだけど、歌い出したら嵐をパンみたいな、なんかもうすごいねみたいな感じがするけど、このマルシーもさよならなんて言っちゃってって言うけど、多分あのボーカルの男に聞いたらこんにちはって言うはずじゃないじゃない、た時にどういうタイミングで、あ、この歌声はみんなの心に届きやすいとかね、こういう歌い方をするとひょっとするとなんか他の人とは違うオリジナリティがあるとかって気づいて実践して自信を持つのかなと思っていて、それはやっぱ声をなり合いにしている俺たちが思うのよ。そのデビューしたての頃ってむちゃくちゃ線が細い声で喋ってるの、だけど自分ではちゃんとあの雪道とかを渡るかのようにちょっとさ、つま先を立てるかのようにグッグッグッて喋ってたような気がするの。だけど今55になった俺が20代の俺のその放送テープとか聞くじゃない、そうするともう銀盤の上を滑ってるかのように喋ったりするの、危なっかしいなと思うんだけど、あの時はあの時でグッグッグッてしてたんだよなとかって思うと、あ、これからどういう風に成長していくのかなとか、どういう風に化けるのかなと思って楽しみでなりません。また来週も発見大きい番組を目指してお送りします。お相手は天才横山でした。